お久しぶりです。いつもありがとうございます。声優の桜川美穂です。はい、どうもありがとうございます。茨城県の公式 LINE アカウントのプロモーションにご協力いただけるということで、はい、ね、本当にありがとうございます。今年、うん、ソロのアルバムを、うん、歌い手として出させていただきまして、実は声優ではあるんですけど、はい、歌い手としてのキャリアが実は一番長くてですね。あ、そうなんですか。実は、はい、今年1年いかがでしたですか。ロゼリアという声優バンドをやらせていただいてるんですけど、そうですか。今年劇場版になりまして、全国舞台挨拶に行かせていただいたりとか、あと富士急ハイランドコニカーフォレストで野外ライブも夏にさせていただいたりだとか、あとは横浜アリーナでのライブもあったりとか、1年間大変お疲れ様でした。まだもうちょっとありますけど、そうですね、来年もね、ぜひ茨城大使でございますし、はい、目指せ紅白ということで、はいはい、じゃあ我々ともしっかりと後押しをさせていただきますので、今後ともぜひご協力よろしくお願いします。私も自分の活動を通して茨城のことをもっと PR していけるよう頑張りたいと思ってますので、はいはい、今後ともよろしくお願いします。はい、声優の桜川めぐです。茨城県桜川市出身で桜川応援大使と茨城大使を務めさせていただいてます。茨城のいいところたくさんあって、私は特に推しているのが干し芋なんですけど、県民が当たり前のように食べていた干し芋、ぜひね、県外の皆さんにもこの美味しさ味わっていただきたいということで、私のこの声優としての活動を通して干し芋、そして茨城のいいところどんどん PR していきたいと思ってます。なんとこの度茨城県の公式 LINE が始まりました。ぜひお友達登録をお願いいたします。あともう1枚取らせていただきます。3、2、